ビジャレアル1、1ウエスカリーガエスパニーラ第一節、リーガエスパニオラ開幕戦のジャレアル対ウエスカが現地時間13日に行わった。試合は1、1の引き分けに終わった。ウアスカ、岡崎真二はフル出場。ビジャレアルの久保健は77分から途中出場している。今シーズンの旧県営はダゾーンで、いつでもどこでも簡単視聴。 一ヶ月分、お試し実施中、昨季マジョルカで活躍した久し、オレアルマドリードからのレンタルで、したビジャレアルと、二部から昇格してきたウスカの開幕戦。久保は、ベンチスタートで、昨季、チームトップスコアラーである岡崎は開幕、初の座を掴み、一部デビューを飾る。試合は、王の予想通り、序盤からビジャレアルが、主導権、握る展開。17分に、 パコ歩かせるが、ゴールね、と揺らすシーンもあったが、オフサイドで、正点が認められない。すると、前半の終盤にスカが少ないチャンスを生かす。42分、自陣に引き、てパスを受けた岡崎が二人の DF に囲まれながら、にして、左サイドに叩くと、不安かる。スが、ワンツーを使って、中に運び、右サイドのペースにパス。 ここに上がってきたパブロ、フェオが持ち込んで鮮やかに先制点を決め、1点を追うビジャレアルは、後半も主導権を悪、続ける。すると67分にセットプレーで PK を獲得。5を、ジェラール・モレノが決めて1、1の同点に、いついた。畳みかけたいビジャレアルは、77分、3枚がえ。そのうちの一人としてクボが投入され、ジャレアルでの公式戦デビューとなった。 ひさしは、サイドではなく中央での起用。二列目から再、線に顔を出して、チャンスを伺った。速攻、時には、ストライカーのような動き出しで、ラ逆転弾を狙う様子も見せる。しかし、互いに、負を決めるゴールは決められず、試合は1、1の気分けで終了。勝ち点1を分け合っている。得点、42分0。 一パブローマーフェオ、ウエスカ68分1、一ジェラ、ルモレノ、ビジャレアル、リョウ。<music>